東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの24回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、あのシーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうですよね。まずはジャイアンツの先発高田が東京ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。はい、そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。アウトコース決まってストライク。打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターはどのコースにも対応してくるので慎重に攻めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。切れていきます。ファウル。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。セカンドランナースタートを切る。最低限ランナーを進めてきましたね。まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべきアリアス、打席に入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構える。打ちました。高く上がった。ぐんぐん入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース、ジャイアンツ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところです。バッターは掛布。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは注目のルーキー石峰。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。2アウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。セカンド取った。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。2対。この新庄、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど。ここはその好調さを引っ張った。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは和田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン高田、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには梅野、そして一塁ランナーは和田。まあ、ここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。切れました。ファールボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。切りました。ファールボールです。まあキャッチャースローイングがうまいので。ファーストランナーヒットエンドラン。
ショートの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁はセーフ。ジャイアンツピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。初球空振りです。次が2球目打ちました。山本セカンド送球アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2対0。小宮山さん、ここまでの両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。どうでしょうね、ちょっとなんかフラフラしてるような感じの投球内容には見えますよね。そうですね。初球打ち、さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。こういった場面でのピッチングは後の展開に影響してきますからね。大事にいってほしいですね。うん、そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向にもストレート打っていった。これは大きな打球、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース勝ち越し3対2。ジャイアンツさらにピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでリードを奪われます。さあそしてバッターボックスにはアリアス入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。バッターのアリアス、今シーズン得点圏での打率は5割8分3厘となっています。真ん中打ちました。切れました。ファールボール。高め際どいところ見送りましたがストライクです。すぐに追い込みました。またファウル打ちました。取った一塁へ。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには4番掛布。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許しなおも得点圏にランナー。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。4対2。ジャイアンツこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打順は5番石峰。ジャイアンツこの回勝ち越しを許しています。まずはインコース。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあ2球目打ちました。ここは打ち上げています。キャッチャーが構えます。掴んで2アウトです。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスには6番新庄。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。走ってきた。ここもファールです。ランナースタート。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしバッターは7番和田。まあ前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。2球目打ちました。セカンド取った。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー。バッターは梅野。そして塁上には和田。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。
さあ打席には先発の中村入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ファールボール。ここは三振が取れれば理想的ですね。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース追加点を挙げました。6対2になりました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。点が入りました。リードを広げられています。打順は1番に返ります。バッター松永。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。まあ、向こうの打線が非常によくつながってますから、ここは落ち着いて抑えに行ってほしいですね。まずはボールから入りました。打ちました。これはどうだ。ボールを拾って、これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁、引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。三塁へ送球する。まあこれで少し楽にはなりましたよね。まあただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたいアリアス、バッターボックスです。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、突き刺さった。スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。9対2、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。4番バッター掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。初球打ち、右中間へ打球伸びる。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトになっています。打ったー、高く上がった、レフトが下がっていく、下がって入った、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。10対2、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。6番バッター新庄、高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ボールカウントはノーボールワンストライクです。打った、これはどうか、伸びていく伸びていく、フェンス直撃、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、新庄ヒットが出ました。ツーアウトランナー二塁。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。打席には7番バッター和田。ジャイアンツとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで4厘となっています。縦のスライダーが決まります。ボールになります。内へ、低めいっぱい決まりました。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、11対2になりました。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番梅野、
今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。この試合は打ちました。左中間に上がった。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。初球打ち、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打順はトップに帰って松永、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。まずはワンアウトを取っています。さて今日のジャイアンツの先発は打ち込まれて交代した高田、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。セーフ。初球打ち、高い打球レフトが追いかける、追い入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。13対2になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは3番アリアス、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、最初は変化球できました。コーナーを攻めます。いいコースだったんですけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。伸びていく外野、大きな打球ですが4球目打っていきましたがレフト掴んで2アウト。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。2アウトになっています。これは打球は切れてスタンドへ、これは一塁側のスタンドに入ります。ワンボールワンストライクです。一塁線ファウルです。ワンボールツーストライクです。打ちました。山本抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガー、東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、5番バッター石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ジャイアンツ厳しい展開で6回を迎えています。ヒットになった。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番新庄、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。振ってきませんか。振ってきません。外れています。引っ張った、サード取った、二塁は無理、一塁送球アウト、ワンアウト。打順は7番和田、ジャイアンツとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット14。8番バッター梅野、キャッチャー梅野、初球大きく外れています。牽制、一塁はセーフ。2球目は何で来るか、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。さあバッターボックスには先発の中村入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、15対2になりました。ジャイアンツなおも3塁1塁のピンチです。打順は1番に帰ります。バッター松永、今日はここまで4打ちました。スタンド一直線、入った、ホームラン、
スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。体に近いところ、ボール先行です。3球目は何で来るか。ファウルになります。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。はい、高めに決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。これは浅いフライ。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがレフト掴んでツーアウト。打順は3番アリアス。今日は2本のホームランを放っています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思います。いい当たり、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス掛布。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。一、二塁間内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ジャイアンツピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは沢村。今シーズン29試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。打った、スタンド一直線、レフトに突き刺さった、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックス新庄。まず何を投げてくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターの和田、ここのところ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できる。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席でヒットを放っています。初球打ち、坂本が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号28田口がマウンド。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成。初球打ち、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが通算100号のメモリアルアーチ。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いやー、西さん素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなことがあったはずですからね、喜んでるでしょうね。はい、
これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。アウトコース、空振りです。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には3番バッターアリアス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、初球打ち、浅いフライ、ヒットになりました。これで4連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは4番掛布。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。引っ張った、これはどうか、1、2塁間を破る。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸び、入った、スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ジャイアンツピッチャーが変わ、さあマウンドに上がったのは池田。今シーズン17試合目の登板です。連日の登板となりました。打った、田中抑えてワンアウト。バッターボックスには7番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度は打ちました。これは大きい、伸びていく、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球空振りです。バッターの梅野、今シーズン得点圏での打率は6割3分9厘となっています。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。まず変化球を見せてきました。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。際どいコースに送ってストライク。これが2球目、これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ジャイアンツ厳しい展開で8回を迎えました。バッターボックスには3番アリアス。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。池田、まずは先頭バッターを打ち取っています。これはデッドボールということになります。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。デッドボールのランナーが出ています。いや素晴らしい球ですよね。はい、変化球が決まっています。ファウルになります。打ちました、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ワンアウト3塁2塁です。
初球空振りです。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー3塁を回った。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガース見事なタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何から入ってくるか。初球打ち切れました、ファールボール。ワンストライクです。引っ張った、若林一塁送球、アウト、ツーアウト。7番バッター和田、今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いや、もうバッテリーはお手上げじゃないですか。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。体に近いところ。タイミング合ってないですね。ああそうですね、切れていきます、ファウル。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。ここは決まりました、見逃し三振です。セカンドランナーは残塁に終わっています。これから9回、小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いや、もう本当最後ですからね。もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を増したいですね。そうですよね。あっという間に2ストライクです。バットに当たりません、三振。ワンアウトです。バース打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。外に決まりました、ワンボールツーストライクです。体に近いところ、打った、高く上がった。この当たりはどうか、右中間破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。近本がセカンドランナーに入ります。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。見送ってまずはストライクです。次が2球目、いい当たり、これは大きい、伸びる、伸びていく、フェンスダイレクト。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点、ジャイアンツさらにピンチが続きます。打順は2番真由美。初球打っていった、セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。3番バッターアリアス、先ほどの打席はデッドボールでした。初球打ち入ったアリアス、さらにダメ押しの一発、今シーズン第82号のツーランホームラン。これが今日4本目のホームラン。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は4番掛布、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました、田中、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、
負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。